バーナード星と名付けられたものである。2017年2月1日には国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループによって正式な固有名として承認された。バーナード・エスラナウェイ・スターとも言う。バーナード星は全天で一番大きな固有運動を持つ星として知られている。バーナードによる発見の後ピッカリングが ハーバード天文台で撮影された写真乾板を調査したところ1888年に撮影された乾板に映っており、それにより毎秒 108km という速さで、天球場を1年あたり10.29秒角でほぼ真北の方向へ移動していることが分かった。これは351年に一度移動することになる。このような大きな固有運動をする構成は、 高速土星と呼ばれ、他にも、カプタイン星、グルームブリッジ1830などが知られている。バーナード星が大きな固有運動を示す一因は、太陽系から約6光年という比較的近距離に位置しているためである。これは、ケンタウルスザアルファ星系に次いで2番目に近い。現在は、太陽系に接近しており、西暦11800年頃には、 約3.75光年以内にまで接近する。バーナード製は死等級9.53等の M 型、主系列製である。実直径は約22万4 0 0 0トル、質量は16%程度、密度は40倍、高度は2500分の1の典型的な赤色矮星で、表面温度は約3200ーと太陽よりも低い。このため、 約 0.08au まで近づかないと地球が太陽から受け取るものと同等のエネルギーを得ることができない。なお、この位置からバーナード星を見ると見かけの大きさは太陽の3倍程度になるものと考えられている。1960年代、バーナード星に惑星が発見されたと報告され、何年もの間多くの天文学者がそれを支持していた。 惑星発見の報告をしたのはアメリカのスプロール天文台のピート・ファンデカンプであり、彼はバーナード・ボッシの固有運動における雪道を検出したと報告した。ファンデカンプはその惑星はバーナード星から 4.4au 離れており木星の1.6倍の質量を持つと主張し、その後木星の1.1倍と0.8倍の質量を持つ2つの惑星が バーナード星を肯転している可能性も示唆した。しかし、この観測結果は望遠鏡の誤差によるものではないかと指摘され、その後このような観測は成功されず、1970年代には惑星発見の報告は誤りであったことが定説となった。しかし、惑星の存在が信じられている間に、サイエンスフィクションのコミュニティでこの星は一躍有名と、 なりまたたダダイダロス計画の目標天体としても採用されたその後、長らく惑星は発見されなかったが、ヨーロッパ南天天問題のラシア天文台に搭載されている太陽系外惑星観測装置ハープスなど、7つの、景気の20年分のデータを用いて調査を行ったロンドン大学クイーンメアリーと、スペインのカタルーニャ宇宙研究所。 スペイン宇宙科学研究所が共同で行った国際研究チームが2018年11月15日付の A 科学シネーチャーにファンデカンプが報告したものとは異なるスーパーアース規模の太陽系外惑星候補がバーナード星を好転していることを発表したこの惑星はバーナード星 B もしくはバーナードスター B、バーナード B、バーナード SB グッジョブ 699B と呼ばれる。バーナード製 B は、当時知られていた中では、プロキシマ・ケンタウリ B についで2番目に地球に近い、太陽系外惑星だった。ただし2019年には、プロキシマ・ケンタウリ C の発見により3位となった。バーナード製 B の表面の想像図、バーナード製 B はその規模から、スーパーアースとされているが、論文を発表した。 イグナシリバスは、バーナード星 B がミニネプチューンである可能性もまだ否定できないとしている。光天周期は233日で地球の3.2倍以上の質量を持つとされる。バーナード星の比較的近くにあるにもかかわらず、接線付近を光天しているため、受けるエネルギーは地球が太陽から受けるエネルギーの2%足らずしかない。推定される表面温度は、 約 -170 度で地球上で知られているような生命が存在できる環境を維持することは難しいと考えられる。2021年5月14日にアーカイブで公表された論文ではバーナード・ボシ B の存在を示す視線速度の信号は恒星の自転周期のエイリアスによって引き起こされたものである可能性が示され、 バーナード・ボシ・ B が存在しない可能性が指摘されている。ありがとうございます。